今回の裏技は、メガドラミニ2への移植も決まった、高度な技術を使った演出の数々で話題となったロボットシューティングゲーム、エクスランザーです。オプション画面で設定できる難易度は、通常はノーマルとハードの2種類だけです。しかし、ランクの項目にカーソルを合わせ、ご覧のコマンドを素早く入力すると、という効果音が鳴って、新たに、イージーとヘビーの難易度を設定できるようになります。難易度ノーマル以上だと、こんな感じのステージで始まります。しかし、難易度をイージーにしてゲームをスタートすると、こんな感じで全く違うゲームに変貌します。操作は同じですが、グラフィックや BGM が普通のアクションゲームっぽくなっています。ゲーム中にポーズをかけて、ご覧のコマンドを素早く入力すると、ポーズ中に消えていた BGM が聞こえるようになります。この状態で A ボタンを押すと、コマ送りモードになって、スローモーションの状態でゲームをプレイできます。ただし、ボタンをどれか押していないとゲームはストップします。また、スタートボタンを押せば、このモードは解除できます。先ほどと同じように、ゲーム中にポーズをかけて、同じコマンドを素早く入力します。今度は、A ボタンではなく、B ボタンを押してみましょう。するとこのように、ボス戦まで一気にワープします。さらに、ボス戦で同じことをすれば、ボスを倒すことなく、強制的にステージをクリアすることができてしまいます。